皆さんこんにちは、大分の高っちょ親方です。さあ、まだまだ新型コロナウイルスの影響続いております。だいぶこう、まあほとんどの県で緊急ですね、非常事態宣言解除されましたけども、まあ、引き続き要注意ですね。第2波第3波が来ないようにと思います。まあもちろんそんな中でですね、このハロプロの、まあコンサートイベントは中止、これ言った仕方ないですね。でそんな中、今日ちょうどさっき今ですね、嬉しいものが届きました。じゃじゃん。さあ、見えますでしょうか。こちら実はハロプロのグッズです。今回ですね、あの通販で、まあ、これモームスと、これアンジュルム、そして、あ、こっちごめんね、反対やと、ビヨンズのグッズを注文しました。まあ、ちょうどですね、この期間中に頼めばサイン入りグッズが当たるかもしれないということで、まあその駆け込み需要で買ったっていうのもあるんですけども、まあ、結論を言うとサインなかったんですけど、ただ非常にいいグッズが揃ったなと思います。今回このグッズをご紹介いたします。まあ、こういう形でできる支援もね、応援できる方法もございますので、まあ、皆様の何か参考になればと思いましてご紹介いたします。どうぞお付き合いください。まずはじゃじゃん、こちらキャップです。これモームスの20のですね、春ツアー MOMM のキャップでございます。まあ、まさにこれ野球帽みたいな感じです。まあちょうどね、私もあの帽子が欲しかった。これ特にまあコンサートでもそうですし、まあ、プライベートのおしゃれでもこういいかなということで買いました。まあ、もちろんあのこれはですね、あの私のまあモームス一応しておりますチェルが紹介してたというのもございますが、まあ普通にかっこいいなというふうに思いました。まあ、私自身ですね、こうずっとまあ一応野球部にいまして、こういう野球型のキャップって本当大好きなんですよ。まあ、つば折りでね、こう賛否分かれます。私はつば折りしてここですね、前を立てるタイプでこう被るとこんな感じになるんですね。まあ基本的に、まあこれキャップはもう私もずっと慣れてますし、まあ、本当はもっと髪短くねしてしたいんですけども、まあまあ運動もそうですけど、まあファッションとして使えそうです。これ MO って書いてもモームスのですね、マークが入ってますし、裏にはシーズン1997ですね。まあ、ハロプロが始まった1997年、まあ、モームスですね。で、なんとこちら、20ですかね、のキャップもついております。まあ、非常にですね、ありがたいものでございます。で、さらにこうアジャスト機能もついてますので、こう私みたいな頭は大きくて中身は空っぽですけどの、人でも、まあ今調節してないんですけども、非常にスカスカというか余裕があります。まあ今ちょっと運動用つけて帽子からちょっとワンサイズ小さすぎて小さいの買ったと思うんですけども、まあこれでおしゃれもできますし、まあ熱中症対策としてこの帽子、まあおすすめなグッズでございます。確か1500円か4000円だったと思いますが、これはもう絶対買った方がいいと思いますよ。便利です。あの神子です。アンジュルムの神子栗尾萌ちゃんの、シャープペンシルでございます。まあ、私は文房具が欲しくて、特にまあ、結構文字書くこととか、最近はイラストロジックもまたハマっておりますので、まあそれで使えるので、ちょうどね、まあ、青系が好きですね。このアクアブルーの色で、そして神子、ほんと美人ですよね。ちっちゃくて。まあ、熊本出身ということに親近感を覚えて、まあ、応援しております。まあ、大学で私も熊本に住んでおりましたので、まあ、より一層応援したくなります。まあ、アンジュルムのですね、グッズを買ったのは初めてでございますので、またこれからもですね、アンジュについても、また勉強したいと思います。続きまして、こちら。ビヨンズの小林ほのかちゃん、ほのぴの定規でございます。ね、守り付きで。まあね、文房具、この定規も結構使うことあります。測ることもありますし、線引くときとかほんと便利ですし、で、しかもこうやってね、全身のグラビアがあるというのも本当にありがたいですね。ほのぴの顔は 2.5 センチぐらいかな。ちっちゃとか。あ、ね、ピントが合いましたけど。うん。本当にほのぴはですね、多彩で音楽、今日今撮影してるのが水曜日ですけど、ちょうど先ほどほのぴのビヨンズ学校ありました。まだ見てませんけども、本格的な音楽で分かりやすくてですね、まあ参考になりますし、
まあ、絵も得意ですし、歌声も結構綺麗で、ビヨンズでは一番の推しメンです。この撮影のですね、本当は、まあ、3日後、4日後に、ビヨンズの福岡公演に参加する予定でしたが、残念ながら、中止となりましたので、またいつか生で一度。ということでご紹介いたしました、こちらのグッズでございます。ねえ、まあ、他のグループもですね、もちろん興味もありますけども、まあ、ちょっといろいろ予算の関係もありますので、まずはですね、欲しいものからどんどん買っていきました。そしてまあ、これからですね、まあ、推しのために今日も働くということで、でですね、頑張って、また働いて、まあ、ハロプロの皆さんに会えるように、ね、もしくはこういうようなグッズで応援とか、まあ、ね、実際に手にすると、この本当嬉しいもので、便利なものだと思いますので、まあ、こういう支援もあるということで、皆様も、ぜひご購入いただければなと思います。いや、こう、生活が豊かになればいいな、クオリティオブライフが上がればいいなと思っております。まあ、余談ですけど、モームス20の、まあ、去年のワンナイン時代の、秋ツアーの、D マガがまた新しいのが出たそうです。私も参加いたしました。右上出てるかと思いますが、昨年の、秋ツアーの大分公演、USA 公演の舞台裏もですね、収録されているようです。ちょうどアンコールで USA って叫んでますけども、私も実はあの中の一人、メンバーの一人です。し、あと大志とエリポンがのグルメ対決も大分編もあるようですし、もうこれもね、ちょっと買おうかなと思います。ちょうど今届いてですね、次の注文どうしようかなというふうに考えておりますけども、まあ本当、ハロプロのショップこう見て、オンラインで見ると、たくさんのグッズもありますから、皆様ぜひご覧いただいて、ね、欲しいものはぜひ、ね、買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の購入したグッズ紹介は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた元気に会える日まで。